後でカフェに。どこへ向かう。でね、遺跡の構造から見て今よりも確実に建築技術は高かったんだけど、記録が見つかったことでそれが証明されたんだ。あ、もちろんまだ完全じゃないんだけどね。ああ、そうかそうか。もっと手がかりを探さないとな。そう、そうなんだよ。でもこれがなかなか見つからなくてさ。あ、建築技術が高かったとは言ったけど、他の技術も高かったわけじゃないんだ。乗り物や水車なんかの動力はほぼなかったみたいなんだよね。ああ、水車がなかったんだな。そうなんだよ。その代わりにさっきも言った建築技術は今の比じゃないくらい発達してたんだけどね。材料も特殊なものを使ってたみたいでさ、それが何かわからないんだ。特殊な材料を使ってたのか。それは驚いたな。ね、びっくりするよね。ボス、すっごい適当に受け流してる。そろそろ助けに入った方がいいかな。タオ、ちょっと熱くなりすぎだよ。あ、ライザ。お疲れ様、ボス。ねえ、ライザ、また遺跡の調査に行ってみたいんだけど、いいかな？そう言われるんじゃないかなって予想をしてたよ。予想するまでもないだろうが。まったく。俺はもう行くから、こいつの相手は任せたぞ。相変わらずボースは忙しそうだな。今のは多分逃げただけだと思うけど。それでいいかな、ライザ、遺跡の調査に付き合ってくれる？それはいいんだけど、どこの遺跡がいいの？なるべく大きいところがいいかな。その方が構造自体をしっかり調べられると思うし。大きい遺跡か。だとするとあそこかな。どこか行きてえのか？ここならのんびり行けそう。どうか怖いことだけは起こりませんように。あっ、魔物だ。本当だ。なんかあの様子だと待っててもどこか行ってくれそうにないね。困ったな。どうしてもこの先を調べたいのに。それじゃあ仕方ない。力ずくでどいてもらうよ。大丈夫そうだ。そこだ。よっと、はあ、そこ。当然の結果よ。一番奥まで来ちゃった。タオ、調べ物の方はどんな感じ？おかげさまで知りたかった情報は全部集まったよ。やっぱり改めて見るといろんなことがわかるもんだね。あとは情報を精査してまとめる作業だから、帰ってからするよ。よかった。また手伝えることがあったらいつでも言ってね。